皆様こんにちは、中川です。いつも中川隆一郎チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。そしてチャンネル登録、コメント欄へのコメント本当にありがとうございます。中川隆一郎、これからも頑張ってまいりますので、ただによる応援ご支援のほどよろしくお願いいたします。ということで本日の動画移ってまいりましょう。今私は長崎県長崎市長崎駅前西口に来ております。本日は長崎駅周辺をお散歩しながら実況解説する動画になりますので、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。ということで早速長崎駅西口はこんな感じになっております。在来線は当然のように高架しております。あちらに電車が止まってますね。かっこいい電車ですね。高架は数年前に行われました。そして西口出てですね、すぐ正面には大きな大きな施設があります。これ見てください。上に行ってみましょうかね。ドーンと、そうです、この国際ブランドのホテルヒルトン長崎が入っております。11階建ての建物となっております。非常におしゃれな建物ですね。そしてですね、このヒルトン123をですね、こちら見てください。出島メッセ長崎でございます。こちらは長崎県唯一のコンベンション施設ですね。両施設はですね、2年前の2021年に、長崎新幹線開通を、控えてですね、開業した、建物となっております。3階までをヒルトンと共有しております。さっきもちょっとですね、コンベンション施設の中入ってきたんですけども、外国の方がたくさんいらっしゃいましたね。主にあの国際会議などで開かれている、あの国際会議などで、まあ、使われるような、まあ、施設になっておりますね。出島メッセ長崎ということで、ステンドグラスが、使われてますね。キリスト教の町長崎でございます。ちょっと行ってみましょうかね。あっちにも面白い建物があるんで。しかし長崎駅前本当に変わりましたね。めちゃくちゃおしゃれです。なんといってもですね、建物がおしゃれなんですよね。レンガ調というかレンガ調のタイルがめちゃくちゃ使われててですね、びっくりするほど建物が洗練されてるんですよね。こちらも西口のですね、在来線のホーム、まあ、高架してるんですけども、こちらの1階部分にもですね、レンガがたくさん使われてますね。でホームはガラス張りということで非常におしゃれでございます。ちょっとここから円形を撮影していきたいと思います。こんな感じになっております。ヒルトンがあって、出島メッセがあって、いやーすごいなー、だいぶ発展してますね。そして2階部分で、一応通路がありますね。長崎からコンベンション施設まで行ける通路がございます。2階いました。大事なことなので。でこちら側に行ってみましょう。こちら側もですね、非常にユニークな建物が建ってるんですよね。さあ皆さん、早速正面見えてきましたでしょうか。このユニークな建物、これなんだなんだと思いますよね。めちゃくちゃかっこいい。語彙力なさすぎてかっこいいしか言えない中川なんですけども、これかっこいい以外の言葉あるんですかね。度肝を抜かれるデザイン性の高さじゃないですかこれ。この施設を見てもう答え言っちゃいますけど、これ長崎県庁なんですよ。
長崎県庁ですよ。あのって言ったらまあ変ですけど、まあ長崎といってもですね、そんなに人口はいないです。50万人程度の町です。その町の県庁がですね、めちゃくちゃデザイン性が高いんですよね。最近建ったビルなんですけど、これいけないな、これ横断歩道がないですね、残念ながら。まあいいですね、ちょっとこちらからちょっとですね、これ硬化してるですね道路があって、非常にちょっと分かりにくいんですけども、こちらの建物ですね、長崎県庁でございます。これどうやって行ったらいいんですかね。あ、一応あちら側に行けばですね、横断歩道があるみたいですね。長崎県庁、あ、横断歩道ありましたね。これをご紹介せずにですね、長崎から福岡へ帰るということは、あ、もうできないですもんね。中川非常に興奮しております。この興奮が皆様に伝わりますでしょうか。伝わってると嬉しいですね。それぐらい長崎は発展をしております。人口流出九州一の町長崎、なぜこんなに発展しているのか。福岡並みに都会化する長崎、まさに長崎ビッグバンといったところでしょうか。これはどうやって行けばいいんですかね。一応通路がありますかね。なんせ長崎のですね、駅前は初見ということで全然わからないですね。あ、鉄橋がありましたね。あ、鉄橋行かなくてもいいんですね。こちらですよ、この建物、長崎県庁でございます。なんておしゃれなんだと。この木のですね、棒みたいなのがあるじゃないですか。最近のこれ建物のトレンドなんですよね、デザインの。これルーバーって言います。しっかりですね、現代的なですね、建物デザインをふんだんにですね、使用してきているこれ長崎県庁なんですよね。で、壁はですね、あまりお金をかけてない、鉄筋コンクリート打ちっぱなしのデザインとなっております。まあ、この打ちっぱなしの都会的なデザインに、ルーバーをあしらうことでですね、非常にですね、こう洗練している感じを、醸し出すような、まあ、デザイン構成と、なっている感じでしょうか。あるかくまでもこれ中川の考察ですね。設計者の意図は分かりませんけど。そして高層ビルがありますね。この高層ビルも結構大きいですね。何階建てだろう、少なく見積もっても25階建て以上ありますね。当たり前のように航空障害灯は設置されております。しかしおしゃれだ、おしゃれすぎるぞ。そしてこちらちょっと歩いてみましょうかね。あっちに見えてくる建物もこれおしゃれなんですよね。県庁とですね、おそらく多分設計は同じですね。この真四角の建物、これもですね、棒のようなルーバーがあしらわれておりますね。壁はですね、吹き付けですね。ただふんだんにガラスが、用いられてますね。さあこちらの建物、パッと見何に見えますかね。僕最初見た時は分からなかったです。これ長崎県警本部の建物です。見えないですよね。これですよ、このデザインで警察署ですよ、長崎県警本部。ただのというか、おしゃれなオフィスビルにしか見えないですもんね。嘘だろうと。なんでこんなに警察署でこんなデザインこだわるのって、そのレベルのことですよね。これもう天神ビッグバンにこんなビルが建ったらいいのにと思いますよ、本当に。いや、イムズにもこんなですね、ルーバーをあしらったような建物今度できるんですけど、こっちのが明らかにかっこいいんですよね。なんかここに関してはちょっと悔しいなと思いますね。すごいおしゃれ。そしてこれ繋がってるんですね。これが駐車場になります。そして県庁、これ県庁すごいよ、これ県庁ですよ。これちょっと行ってみましょうかね、県庁付近まで。
これが県庁なのかっていう、これはちょっと行かなきゃ損じゃないですか。あ、信号が赤になっちゃいました。しばし中川のトークにお付き合いください。まあ、真正面に見える高い山あるでしょ、これが稲佐山というところですね。稲佐山です。稲佐山頂上に登ることができます。あっちにですね、画面左山の頂上にですね、あの丸いですね建物あると思うんですけども、こちらからですね、一応展望施設になっておりまして、長崎市街をですね、見下ろせる場所となっております。100万ドルの夜景長崎です。非常に夜景は綺麗ですよ。ぜひですね、長崎に行った際は稲佐山行ってくださいね。すごく感動すると思います。特に夜に行くといいと思います。県庁前交差点ということで、中川より詳しい説明がありましたね。今日はですね、あいにくの曇天ということなんですけども、なぜ中川が梅雨の今時期にここに来たかというとですね、残念ながら、今週1週間そして来週にかけてずっと雨なんですよね。まあ梅雨の中休みということでですね、まあ、晴れてはいないですけど、まあ、雨が降ってないので、まあ、撮影日和かなと思って、まあ、わざわざ福岡から来たわけなんですよね。まあ、先ほどもまあお伝えしたようにですね、中川隆一郎のチャンネル登録者数が、まあ、100人増えるごとにですね、福岡以外の地区に飛び出してですね、地域に飛び出してですね、こういった駅前とか都心部をまあ紹介する企画にまあしてますのでですね、残念ながらこう、残念ながらじゃないですね。あ、もう嬉しいことにですね、1200人から1300人、もう、どうでしょう。1ヶ月かからずにですね、まあ、到達してしまいました。ある意味、破竹の勢いでですね、登録者が増え続けております。ありがたいことです。本当にありがとうございます。あ、ちょっと曇ったからですね。今までくそむち暑かったんですけども、若干、まあ海は近いということもあってですね、この海風、そして、曇ったおかげで、若干ですね、気温が落ちてきておりますね。しかし暑い。あ、こっちだ、多分海ですね。行ってみましょうかね。なかなか、信号が青に変わりません。いや、しかしかっこいいな。いや、多分かっこいいんですけども、かっこよく見せてるんですよね。デザインセンス高いですよ。これ誰がデザインしたんでしょう。長崎はですね、紹介するところがたくさんありすぎて、一本の動画では多分収まりきれないですね。長崎県庁、長崎県議会、あっちは海ですね。ちょっと行ってみましょう。天井にもこれ木があしらわれてますよ。すごい木をふんだんに使ってますね、長崎。まあ、この木といいですね、レンガ調のこうタイルといいですね、やっぱりそういうものがあるとかなりデザインは良くなるんですよね。高級感も出ますし、重厚感も出ますし、いいとこだらけですよ。まあ、こういったデザインはですね、福岡も見習ってほしいところはありますね。ちょっと雨が落ちてきましたね。土砂降りにならなければいいけどな。すごい、長崎県庁。こっちもまたすごいですね。こう四方から見てですね、同じ顔がないのがこれ特徴なんですかね。建物の同じ顔ですね。そういった多分デザインにしてますね。
そう言っても過言ではないです。メカ顔的グッドデザインを長崎県庁でございます。さあこれちょっと見渡していきましょう。これ長崎の街ですね。お、オフィスビルがありますよ。そしてさっき言った長崎県警本部ビルですね。そしてこの青いガラスの白基調とした建物は何なんでしょう。これ後で行ってみましょうね。そしてこれ長崎県庁、素晴らしい、素晴らしい、この一言で片付けられないほど、デザイン性の高いですね、庁舎となっております。これはマジでかっこいいな。これは本当にお世辞抜きでかっこいいですよ。決してですね、超高層ビルじゃないんですよ。超高層ビルじゃなくてもですね、各所にですね、工夫が取り入れられてますね。いやー、素晴らしいな、これ。で、ここ若干展望台になってますね。ほら。ガラス手すりがあって。こっから長崎の市街を見渡してくださいってことなんでしょうね。ほら、海ですよ。海と橋と、高層タワーマンションと、これ稲佐山。そしてあのクレーンは多分造船所ですね。三菱重工が三菱造船家の造船所になります。そしてあれは、商業施設ですかね。商業施設があって、夢タウンがあって、西口でこれですよ。西口でこの規模です。ということで、西口はですね、ちょっとこのくらいにしたいと思います。次はメインの出入り口である東口に行きたいと思います。ということで、西口一旦終わります。バイバイ。